時間を、そして空間を超えて歴史に名を刻んだ勇士が集いました。スーパーワールドブリーダーズカップ、さあいよいよスタートです。世界一の称号をかけてスタートを切りました。12頭ちょっと出遅れたんでしょうか。3番ダーレーアラビアン、ダッシュがつきません。さあ先行争いであります。グレートジャニチャオがかわしていきました。12番オルコックアラビアン、差が開いて、スムギプリンセス、ちょっと離されまして、1番エクリプス、それからもう1頭2番ヘロド、そしてその後ろからゴドルフィンバルブ、ウィザードイノセント、10番アストロディアナがこれを追う展開になりました。この辺りちょっと離れているマッジェム、その外からは11番ブレイク、内を通ってスルスルとダーレアラビアンが上がっていきました。そしてしんがりから6番マイアリーターク、という展開です。もう一度前の方でありますが、3馬身くらいの差をつけてオルコックアラビアンが先頭です。そして1番人気のグレートジャニチャオ、なかなかいい感じ。あとはずっと下がって、これが8番スムギプリンセス、そして4番手にエクリプスであります。その後ろでありましょうか、2番ヘロド、そしてそのうちに7番ゴドルフィンバルブ。さあこの直線の向こうに最高の栄誉が待ち受けています。グレートジャニチャオは2番手、このまま抜け出すか、さあこのまま逃げ切ってしまうのか、外から懸命にグレートジャニチャオ、2番手にグレートジャニチャオ、先頭デッドーとオルコックアラビアン、外からグレートジャニチャオ、完全にこの2頭が抜けた。グレートジャニチャオかわして先頭に立ったオルコックアラビアンが2番手ブレイク、懸命に追うグレートジャニチャオ、先頭1着9番グレートジャニチャオ、スーパーワールドブリーダーズカップ3勝目、獲得賞金は4万枚突破。1着9番2着10番。